2016年リオデジャネイロオリンピックのバレーボール競技女子ヨーロッパ予選は2016年1月4日から9日までトルコのアンカラで開催された2016年夏季、オリンピックヨーロッパ代表チームを決定する大会であるロシアが優勝しオリンピック出場権を獲得したすでにワールドカップで出場が決定したセルビアを除き 開催国と2015年10月5日現在のセブ、ランキング上位7チームが出場した。うちの数字は、セブランキングである。出場8チームを2組に分け、各組で1回戦争あたりのリーグ戦を行う。各組上位2チームずつが、ファイナルラウンドに進出し、トーナメントで出場チームを決定する。1位となったチームは、オリンピック出場権を獲得し、2位、3位となった。 チームは世界最終予選への出場権を得る。プール A 及びプール B の予選ラウンドにおいては次の比較により順位を決定する。勝利数勝ち点セット率得点率ここまで同率であった場合は直接対決の勝敗試合開始時刻はすべて東ヨーロッパ時間。準決勝3位決定戦決勝。ありがとうございます。